呀哦呀哦。いい声だね。白浜真理子さんのうちはここからまだだいぶあんのかい？おらのうち？君の？なんだ、君が真理ちゃんか。誰け？野城大輔、君の家庭教師だよ。家庭教師ってみんなそんな四角い帽子かぶるのけ？これは大学の帽子だよ。君の先生に雇われたんだ。先生？うん、生徒がいなきゃ困るからな。迎えに来たんだよ。おら嫌だ、行かね。だけどおばあちゃんから話は聞いてるんだろ。おら音よりおばあのところがええだ。それじゃあおばあちゃんも一緒だったらいいのかい？だけどおばあ行かね。だからおらも嫌だ。終わったな。やっぱりそういうもんがあるでな。どんな都合け？音はな、この山に何たら由緒が出る言うて掘りなさったが一文無しになってな、その時におめえが生まれたんじゃ。お母は亡くなるし、音は満州さ博士に出なさった。仕事がうまくいったらおめえを引き取りに来る言うてなさったが、向こうでえらい苦労なさっての。音もう金持ちじゃ言うたど。うん、あっちから引き上げてえらい出世なさったげな。おめえも東京さん行ったら立派なお嬢様だぞ、マリボー。お嬢様？おらが。そうだそうだ、学校も入れるし、こんな山の中にいるよりよっぽどええだな。わかったな。わかんね。お晩です。あれ持ってきたの？後でオラが借りに行こうと思っていただに。なんぼ元気でもおばには無理だべ。お先。何マリボーの顔を見とうなってな。まあこんな布団じゃ我慢してもらおうべえか。いろいろお世話かけます。山の中で何にもお構いできんけど、まあこれで送別会じゃ。お坊も一緒に飲んでいかんのじゃ。ほら山の方が気楽じゃけにの。あちらのお母さんもとってもいい方なんですよ。いえ、あの子のためにもなりますけ。はよ奥様に懐いてほらのこと忘れてくれたら。その方が丸く収まるの。うん。
辛いでしょうね。これまでに育てて。いいえ。いつまでこんな山の中より東京さん行っていい娘になってもらいたいと思いますが。ただな、こんな子供ですけ。よろしくお願いしますが。どうもありがとう。よろしくお願いしますだ。あ、大丈夫ですよ。あなたもお元気で。はい。このおっかさんの言うことよく聞くだぞ。おばさあ、マリコちゃん気ぃつけて。あ、よろしく。マリボ。マリコも喜ぶよ。あ、ぼつぼつ迎えに行ってこようか。ええ、お願いいたしますわ。お父さん今日は見えるんじゃなかったかい。ええ、マリコちゃんのことでしたら私から。ただね、心配なんだよ。あなたが再婚だってこと。その上また子供まであったんじゃね。いいんですの、父を怒らせないようによく話しますわ。早くいらっしゃい。いいえ、マリちゃん、お父さんにご挨拶しないの。挨拶は後でいい。さあ、出ましょう。あ、お前に子供。マリコって名前なんですの。いくつになる。今度、中学に参りますから。バカ言いなさい。お前たちは結婚して何年になるの。結婚前にできた子供ですわ。そそっかしい奴らだ。お
私、お父様は怖かったんですもの。聞き明けたら白浜との結婚にお許しが出ないかと思って黙ってたんですわ。今になって事後承諾を押し付けようというのか。だってもう十何年も前の。何？十何年？親に十何年隠してきたのか。ずうずうしい。ですからそのことはお詫び申し上げたじゃございませんか。一体どこへやった、その子は。生まれるとすぐ内地の田舎へ。今まで放っといたの。行方が分からなかったんですの。この間やっと分かって引き取ることにしましたの。ねえお父様、会っていただけます？いか、冬かね。本当にお父様、口癖のように孫が欲しいっておっしゃってましたでございませんの。今時鴨屋姫や桃太郎の話を誰が信用するやつなのか。まるで拾ってきたようにおっしゃいますよね。参りましたわ。お帰りなさいませ。お母さんだよ。疲れたでしょ。ほら、なんともねえだ。そう、偉いわね。さあ、お花さん、これマリちゃんのよ。部屋の中で草履履くのけ。お父様がおめえですけど。あ、そう。野代さん、マリコちゃんお部屋お願いしますね。何がおかしいんだよ。だってまるで怒鳴ってるみたい。あの声大きいって言ったってね。一度牧場に住んでみたまえ。小さい声じゃ人を呼ぶのに十丁も二十丁も走り回さなくちゃならないんだね。君、あの声は実用的なんだよ。姉ちゃんたち何が面白いのっけ。うん、君の声が大きいって感心してんだよ。ほら、でけえ声出さねえよ。本当に大きい声なさったら一体どんなかしら。お願いです、待ってやってください。ご覧になればお父様だってきっと可愛くおなりになりますわ。とってもおとなしい子なんですもの。やっほー。いい子ってのはあれか。はあ、やっほー。ああ、もういいもういい、分かったよ。もっとでっかい声出るよ。ああ、もういいんだよ。どうしましたの。あ、ちょっと喉自慢やってたもんですから。そうでしたの。あや、マリコちゃんお着替えまだでしたの。それじゃあ僕はこれで。あ、せっかく今夜はマリコちゃんの歓迎会しようと思って。ラグビーの合宿やってるんです。あんまりサボってると悪いですから。でも残念ね。ねえマリコちゃん、この次から猛烈に勉強だ。学校へ入るんだから頑張ろうね。じゃあさよなら。失礼します。じゃあマリコちゃんのお部屋参りましょう。ほら、お人形さんもあるでしょ、ね、ゾウさんもクマさんもいるでしょ。マリコちゃんのベッドよ。お母様ね、ちょっとお夕飯の支度してきますからね。おとなしく一人で遊んでらっしゃいね。ね。お父様、今日はマリコが初めて来た晩ですし、お食事していらっしゃいましたら。食事はうちに戻ってする。わしはいらん。そうですか。おお、そんなとこに乗ったらいかん。言うことを聞かんのか。
言うことを聞かんと。お前が山で取れた山猿というのは。猿じゃねえ、マリボーだ。わしを知っとるか。知らねえ、そんなじじい。じじい、じじいはお前嫌いか。馬の方が好きだ。馬と一緒にするやつがあるか。降りなさい。うん。おじいは村長さんけ。いや、お前のおじいちゃん。おじい、嫌いか。うん。あ、お父さんにも一緒にお食事していただいたらどう。相変わらずの頑固で、お家お帰りになってから召し上がるんですって。マリコのことでご機嫌が悪いのかな。お父様にも困りましたわ。うん、山の牧場の夕暮れに鳥が飛んでる。ただ違ってば。こうだ。ただ一は私も一人、ただ一人、青の背中に目を覚まし、やっほーやっほー。いただきましょうね。何がおかしいの。カモみてだよ。で誰か消して。いやだ、マリコちゃんね。お母様の言うことを聞いていい子になるんだよ。いいね。うん、じゃあゆっくりお休みなさいね。うん、いいんじゃないわね。はいだったでしょ。はい、じゃあおやすみなさい。どうして下に何か寝たんだい。ここに寝たんだわな。困ったお嬢さんだな。出かけんだから早くしよう。あ、どこ行くんけ。学校へ入る支度だよ。買い物に行くんだ。といいか、ここで商売したら処しねえぞ。花を売るのがどうしていけないんです。だから言ったじゃねえか。どうでも商売したけりゃ商売代を払ってからにしな。あなたにそんな権利はないわ。権利なの。嫌って、てめえ相手か。バカ。バカだと。なんだよてめえよ、バカ。よしたまえ。聞いたふうな口聞きやがって。どうか。いや、喧嘩じゃないんだよ。じゃどうすればいいんだよ。
ぎません。いいえ、こちらこそ。どうぞ。花売る仕事も見た目ほど楽じゃないですね。ええ、でも他に。お勤めお嫌いなんですか。なかなかございませんもの。これでよろしいでしょうか。あ、すみません。いいえ、私こそとんだご迷惑をおかけしちゃって。どうもありがとう。今の話ですけどね、もしかしたらうまくいくかもわかりませんよ。お勤めの口ございますかしら。ええ、もしかしたら。とにかくお名前だけ伺っていこうかな。まあ私うっかりして、鹿島幸恵と申します。そうだ、僕も野城さんでございましょう。どうして僕の名を。だってラグビーの野城さんってば有名じゃございませんか。なんだ。もうええか。まだだよ。すいません。いいえ。マリちゃん、行こうか。いやだ、もっと遊んでるだ。ダメだよ、うちで心配するからね。それじゃあ就職の方はできるだけ頼んでみますから。お願いします。さようなら。さようなら。マリちゃん、さようならしないの。さようなら。またね。いや、さようなら。どうしたの？いかがです、素晴らしいこのワイン。サンキュー。私の心込めたこの酒を。素敵だ。アリサフル素敵な香りだよ。あらまあ、それよりも何がよろしくお願いします。心配には及びませんわ。ストップ。高橋よ。白浜さん、あなたもここいらしたの。うん、今日からこの学校に入るだ。じゃあいらっしゃい。隣の席空いてるのよ。うん。誰です、そんなとこから入るのは。迷惑そうそうからなった。あら、まあ、いけませんね。入り口はあちら。さあ、いらっしゃい。皆さん、今日からお友達が増えましたよ。仲良くしてあげてくださいね。さあ、皆さんにご挨拶なさ。オラの名前言うのけ。オラはいけませんね。私の名前。先生の名前だら山嵐じゃないのけ。いいからお席に着いて。誰です、今ピアノ弾いてたのは。立ってください。いないんですか。今後お教室であんな下品な歌は許しませんよ。わかりましたか。はい。じゃあ例えばどんな歌なら学校で歌ってもよろしいんですか。はい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 。白浜さん、どうするのって。何でもいいわ、歌うのよ。知らねえ。やっほーやっほー。山の牧場の夕暮れに鳥が飛んでる。ただ一羽、私が一人、ただ一人。青の背中に目を
皆さんで。ああ、いいんですか。どうぞ。すいません。ああ、ちょっと待った。どうも。いいや。おかげさまで就職決まりましたわ。ああ、あの会社。ええ。いよいよオフィスがあるですね。本当にありがとうございました。いえ、どんな会社だか入ってみなきゃ分かんないんだけど、社長が僕の先輩の友人なんですよ。それで頼んでたんですけどね。でもよかったですね、入れて。ええ、一生懸命やりますわ、私。はですな。おう、どうも。実はこっちから伺おうと思ってたんだ。ああ、どうですか。どうぞ。あ、はじめからその気だったんだろう。何もかもかぶせるつもりで僕に手形の裏書きを書かしたんだろう。いや、だから何も僕がお笑いしないと言って、とにかく5日待っときゃだ。今度こそ僕は君の今度は公演なさってだ。もういい。君みたいな男を信用した。こっちは甘かったんだ。いや、知らなく。君なんか当てにならんよ。どうしたんだい。鳩が豆でっぽくったような顔して。今の方、白浜さんとおっしゃるんですか。うん。知ってんのかい。いいえ。あ、鹿島君、コーヒー。はい。飯食いに行こうか。いいえ、約束がございますから。約束？いい人とか。あ、そんな。じゃあいいじゃないか。おいしいフンごちそうするから行こう。いいえ、怖いのかね。これでも娘さんには優しい男なんだよ。少し横におなりになりましたら。いや、いいよ。ウイスキーくれないか。はい。でもひどい方ですわね、山崎さんって。うん。あんな男とは思わなかったよ。工場の方のお給料、先月からまだなんでございましょう。うん。これ以上私じゃかわいそうだ。せめてそれだけでもなんとか。手が終わりになりますの。いや、父の銀行に頼めばなんとか。こんな時ですから。みっともなくて話もできないよ。手形の裏書きで会社がダメになるなんて。でも。いや、このうちがあるよ。このうちを抵当に借り。あなた、あなた。山の巻花。お嬢さん、静かに遊ばして。旦那様お休みでございますか。もう寝たんけ。いい、ご気分が悪いんでございますよ。ご病気ですか。あ、お帰りなさい。音悪いのけ。え、大丈夫。少しご心配なことがあってお疲れなすったので。どうかなすったんですか。無理に頼まれまして、手形に裏書きした相手が大変な方だったんです。で、そのお金みんな白浜がかぶる羽目になっちゃったんで、ほとんどこの2、3日寝てないんです。心配で。相手って誰なんです。山崎商事の社長なんです。山崎。名前お付き合いですし、主人も信用したんでしょ。そうですか。その男なら僕もちょっと知ってます。あなたが。なんだったら僕が掛け合ってみてもいいですけど。でも相当のしたたかもんだそうですから。しかし泣き寝入りする手はないですよ。おと、金がねえのけ。よろしいの、あなたは心配なさらなくて。さ、お部屋行ってらっしゃい。
ねえか。あなたが花売ってどうするの？お金儲けるだよ。あなたが？オランチの夫、お金ねえだで。オラ、働こうと思ってるだ。どう？でも叱られはしない？誰にもわからんけ。ええだ。花はどうやって売るのけ？でも、あなたにどうかしら。花いらんけ。お花いらんけ。花いらんけ。東京の人、みんなお金ねえだな。なんてね、あんたって。何け？演歌しよう。演歌し？歌が商売。歌うとお金くれるのけ？いい稼ぎになるんだって。うーん。どうしたの？ええこと考えただ。何？オラも歌ってお金もらうべか。ダメよ、マリコさん。だけど、お金いるだ。あまり見かけない顔だけど、ここ初めてかい？おじちゃん、堪忍して。この人、東京初めてで何も知らないのよ。勘違いすんなよ。お前、歌好きなのかい？うん。じゃあ、俺たちと一緒に、お前の歌だったら結構商売になる。やるかい？うん。じゃあ、明日からここでお茶うんだぞ。忘れんなよな。行こう。そんな無責任なことがこの世の中で通用すると思ってるんですか？正直にないそれは来ねんからね。白浜さんが今どんな苦境に立っていらっしゃるか。君帰ってくれよ。僕は忙しいんだからな。あなたには両親がないんですか？うるさいね。この通り
頭を下げてお願いしてもダメだとおっしゃるんですか。君の知ったこっちゃないよ。お客さんお帰りだ。はあ、山崎さん、野代さん行きましょう。こんな男のところで働くことないです。白浜さんのお金戻りそうにもありませんわね。ええ、ひどいやつですよ。工場の給料に当てた分をすっかりあいつにやられちゃって、白浜さんの工場だいぶうるさくなってるんです。心配ですから行ってみます。本当に申し訳ありませんが、給料をこの月末まで待っていただきたいのです。無論責任は私です。決して諸君にご迷惑はおかけいたしません。この通りです。どうしたんだ。お父だ。開けてよ。これはどうしたんだ。マリコ、僕が話します。皆さん、白浜さんのお嬢さんはお父さんのために
少しでもお金を作ろうとしてこうして歌ってらっしゃるんです。もちろんそんなことで白浜さんの立場がどうなるもんでもありませんが、お嬢さんの心根を汲んでいただきたいんです。白浜さんは皆さんのために一生懸命奔走なすっていらっしゃるんです。いかがでしょう、工場長さんを信頼して今しばらく待ってあげていただけませんか。お嬢さんのためにもお願いいたします。よしよし、分かった分かった、マリコちゃん、よかったね。ナシロ君、マリコ。じゃあ、お先へ。マリコちゃん、行こう。あ、行こう。あ、もう一つ何かやってくれよ。あ、頼むな。ナシロさん。ああ、本当によかったわね。ええ、マリちゃんのおかげですよね。一緒だったんけ。うん、工場が心配でわざわざ来てくださったんだろ。ご一緒いたしましょうか。どうしたんだい。マリちゃん、マリちゃん、一体何が気に入らないの。先生嫌いだ、もう話しね。よかったな、和平会談決裂かい。もマリコちゃん、何先生の前でそんな格好なすって。マリコちゃん、あなたが工場で歌を歌ったのはいけないなんて誰も言ってやしないのよ。怒るどころかお母様嬉しいくらいなのですけどね。もしもあなたに間違いがあったら大変でしょ。ですからそんなことはもうええだ。マリコちゃん、わかるわね。これから勝手にお外へは出ないこと、お約束してちょうだい。ほっといた方がいいですよ。でも、放任主義は。大丈夫です。マリコさんは自然児ですから。今のままでよろしいとおっしゃるの？あの素朴さは伸ばしてあげた方が。野代さんのは理想論じゃないかしら。いえ、一番現実的ですよ。都会風に上品なお嬢さんを作り上げるのが教育の最上だとは僕考えませんから。だって女の子はみんなお嫁に行きますのよ。人並みの教養だけは。その教養が盆栽の植木鉢でなければいいんです。盆栽の植木は実用にはなりませんからね。生意気でしょうか、こんなこと。いいえ、なんだかわかる気もいたしますわ。どうも失礼しました。それじゃあ僕ちょっとマリコさん探してきます。マリちゃん、何考えてんの？泣いてんのかい？山へ帰りたくなったんだろう。おばあな、オラ怒ると物差し持って追っかけてきただ。面白かったぞ。オラ、そんな時馬に乗って逃げただ。帰らねえだ、いつまでも。提灯持って山の中探すだよ。おらが遅うなって帰るとおばあど真ん中で泣いてるだ。でっけえ声で泣くだ。おらがおばあに声かけるとまた物差し持って追っかけてくるだよ。
らっしゃい。ああ、元気かね。あ、近日中にお伺いいたしたいと思ってたんで。今日はな、祭日だからみんないるだろうと思ってな。どうだい。なかなか立派なもんですね。特別に頼んでおいたんだから。マリコを呼びなさい。あら、ちょうどおじいちゃまと入れ違いに。え？どこ行ったのね。はあ。世田谷へ参りましたの。世田谷？ええ。あんなところへ何の用で行ったの？馬になるんですって。馬？どうも変わった子で、うちの中より外の方が面白いらしいんですよ。変わったじゃすまんよ。はあ、軽業の娘じゃあるまいし、馬なんとに乗り回して何になるの？はあ、健康のためと思いまして。健康どころか。馬から落ちて鼻でも潰したらどうする女の子は。野代さんとご一緒ですのよ。大地、お前もお前だ。大事な娘を男と二人きりで出すなんて。何がおかしいんだ。だってマリコはまだ13でございますよ。冗談言っちゃいかんよ。女は13って言えば一人前だ。先締めが秀頼のところ嫁に行ったのはいくつだと思っておる。存じませんわ。7つの時、この男でも女でも7つぐらいからそろそろ危険期に入る。昔から男女を引き裂いして席を同じしてという。そんなことおっしゃって野代さんは。おお、で家庭教師は男のうちに入らないのか。気をつけますわ。大体お前たちの教育はなっちゃおらんぞ。お帰りですか。あの子に会いに来たんだ。帰るよ。実は先立っての話なんですが。話？ああ、この間の手紙のことか。はあ。お父さんの銀行で300万円お願いしたいんですが。君は工場長だろ。はあ。責任者は君じゃない。金作りだったら自分で走り回りたまえ、自分で。ねえお父様、私からもお願いしますわ。ちょいと死ねって出るのは水道の水ぐらい。それも夏場はちょいちょい止まるじゃないか。ん？金がそう簡単に出せますかい。いや、もう送らなくても結構。何？変わったよ、まったく。私？うん。すっかり綺麗になった。本当？嘘なんか言わないよ。じゃあ、ゆきえさんとどっちが好き？ゆきえさん？言って。どうしてそんなこと聞くんだい？だって、あまり仲がいいんだもん。まりちゃんとだって、こんなに仲良くしてるじゃないか。マリちゃん。何？寂しいのかい？ねえ、みんな仲良しで行こうよ。みんなじゃつまんない。そんなこと言っちゃダメだ。いや、マリちゃんは好きだよ。だけどね、それはアルプスのお花畑と雲みたいなもんなんだよ。雲はだって考えないじゃない。何を？お花畑のこと。そうか。考えない先に風が吹いたらどっかへ飛んでいくね。嫌だな。もう少し大きくなったらマリちゃんにも分かってくるさ。
探し回ったぞ。おじい様、馬乗りにいらしたの？ほら、わしは昔から馬と芋虫は弱虫。男のくせにおかしいわよ。おかしいとは。よろしかったらどうぞ。この馬暴れやせんだろうな。大丈夫よ。じゃあゆっくり頼む。よいしょ。大丈夫ですか？いや、大丈夫。おじい様しっかり。落馬なすったんですよ。馬から？大したことないんです。お父様、もう嫌いだっておっしゃったじゃありませんか。ああ、いた。年寄りの冷や水ですわ。怪我人をつかめてそうポンポン言いなさんな。いたいた。あ、あなたは書斎行ってらっしゃい。行けばわかりますよ。いい子になったな、うん、マリボー。さ、いいもの見せてやる。お前が可愛がってた太郎だ。とうとう一頭になりおった。おめのためにわざわざ持ってきたんじゃ。品評会で移したもんでな。日本一の馬じゃ。いつまでこっちにいるの？奥様は泊まってゆけ言うてくださったけど、大野の寺さ牧場があるでな。もう帰るの？うん、おめの顔見たらもうそんでいいだ。いいお嬢さんになっちゃの。そんだら東京弁使うて。嫌だわおばあちゃん。うん、そうだそうだ、おめに渡すの忘れとった。何？おっかん大事にしとっただ。肩身になるもん何もないけりな。大事にしまっとくだぞ。マリボーのお母さんも歌が上手だった。マリボーもお母さんの血引いてそんで歌うまいんだろ。だんだん似てきたな。お役になりました。おかげで。あら、まだよろしいじゃございませんか。記者の時間ですけ。せっかくいらしたのに。じゃあちょっと車を見ますか。そんなことは。でもちょっとお待ちになって。もうおばあもこれで安心じゃ。奥様も本当にいいかかじゃけに。おばあちゃんが病気だった夢見て心配しちゃった。夢の中で泣いたのよ。そうけ、オラが夢をな。お帰りなさいませ。あ、お父さん馬から落ちたそうだな。でももうお休みになりましたから。そうか、私帰ります。はい。どうしてまた馬なの？マリコちゃんの命令なんです。うん、マリコだけには頭上がらないんだな。今朝のお話だってマリコちゃんがお家だったらよろしかったんですのよ。留守と聞いて急にお天気が変わったんですもの。ダメでしたの？どこも。うん、仕方がない。思い切ってこの家を売り飛ばそう。初めから裸になって出直そう。私たちはそれでよろしいですけど、せっかく呼んであげたマリコさんはかわいそうですわ。もう一度父に頼んでみますわ。今度マリコちゃんのお誕生祝いすぐですから、野城さんと考えたプランございますのよ。
プラム？ええ、お任せ願いますわ。きっと父にうんと言わせてみせますから。ダメだよ、他のこと考えちゃう。宿題もうできたの？おばあちゃん、今どこらへんかしら。さっきからそればっかり言ってるじゃないか。勉強勉強、早くしないとお母さんに怒られるよ、サボっちゃ。はい。スイートアンドロー、スイートアンドロー。なんだ、お母さんじゃなかったの。うん、いいな。紅茶が冷めるわよ。うん。マリちゃん、この歌は歌えんのかい？うん。よし、こいつだ。これ練習しよう。私が？そうだよ。誕生日にこれ歌うんだ。ね？いいかい？これならきっとうまくいくよ。おじいちゃまからお誕生日の祝いよ。素敵だわ。さあ、応接間行って皆さんのお相手を申し上げる。はい、朝子、お前いい子を産んだな。いや、皆さんが大勢集まってくださったんで、私はこんないい気持ちじゃないんで、うん、お父様、お金のことを本当に承知していただけます？おい、お忘れになっていいですわよ。何べん値を押すんだよ。200万や300万の金でわしは目でも回すと思っとるか。そう、みんな君のおかげだよ。いいえ、マリコちゃんのおかげですわ、うん、これで会社もやっていきますね。お電報でございます。あ、そう、あやさんが病気なんだそうだ。よほど悪いんでしょうか。よくはわからないが、年だからね。どうしましょう、マリコちゃんに。かわいそうですわ。せっかくの誕生日だ。済んだ後で私から話そう。そうですわね。マリちゃん、おめでとう。ありがとう。おめでとうございます。どうもありがとう。おい、おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。まったくいいお嬢さんですね。いや長い間、お留守だったそうで。ああ、かわいそうな子でしてね、満州で生まれると間もなく内地に疎開させましてね。ところが戦争のどさくさで行方がこの間までわからなかったような始末の。本当にお嬢様おかわいそうにね。やっとこの間引き取りましてね。なぜどうもの山育ちですね。いいえ、お嬢様学校では大変な人気。いいお孫さんをお持ちになりまして、お楽しみでございますよ。ああ、家内中手こずってます。ありがとうございます。ちょっと、それでは孫が何か歌うそうですから、一つ座標のつもりで聞いてやってください。
ちゃんとってもよござんしたよ。なんて歌ですの？夢の花影です。夢の花影、どなたの作曲ですの？お母様ですわ。お母様ですの？いつの間にこされた？違うわよ、おじい様。死んだお母様よ。え？死んだ？ええ、亡くなったお母様。この歌一番好きだったの。どうしたの？そう言いなさい。何の理由でわしにあんな嘘をついた？なんで今まで隠しとった？申し訳ございません。バカ、謝って済むことと済まんことだぞ。どこの馬の骨かわからん子をわしに相談もせんと。どこから拾ってきたんだ？お父様、あなたはよろしいのよ。私がお話します。お父様。いや、もうわかった。夫婦揃ってそういう魂胆ならわしにも考えがある。いいえ、違います。いや、もう聞きたくない。勝手にしなさい。いいか、その代わり後のことは絶対に知らんぞ。そう思ってなさい。君のせいじゃないよ。かえって君に恥をかかして。私は、いえ、私浅はかでしたわ。父にあんな嘘を言わなければ。マリコかい？マリコちゃん、いいのよ、なんでもないのよ。じゃあなんでおじいさま怒りになったの？マリコちゃんは心配しなくてもいいの。そしたら誰の子供？もしかしたらお妾さんの。まさか、旦那さんもそんな方じゃないわよ。いない子よ、きっと。多分おやなし子だったんでしょ。そうね、なんだか初めから変だと思ったわ、そういえば。マリコさんの家庭教師お辞めになりますの？ええ、僕の責任ですから。マリコさんにあの歌を勧めたのは僕がいけなかったんです。だってご存知なかったんでしょ、あの歌のこと。そりゃまさか亡くなったお母さんのことが秘密だったなんて。ねえ、お辞めになっちゃマリコさんはかわいそうじゃん。そうですけど、僕にはもうあのうちに出入りする資格はないですよ。でもお困りにならない？僕？生きることは難しい。しかし僕たちは生きなくちゃならないんだ。モリモリやりますよ。え、私も。ああ、いい星ですよ。お星様を見てるとなんだか悲しくなっちゃうわ。ねえ、助け合っていくんです。僕たち約束しましょう。
リゴー、マリゴー、おばあちゃん元気？何だ、電報見なんだのか。電報？うん、おばあ危ないんじゃ。さあ母よ行け。おばあちゃん、一人かい？ええ、いつまでもここで暮らすわ、おばあちゃんと一緒に。おらな、もうダメじゃけ。何言うの？はよおめえの死んだおかんと言って、おめえの話をするか。おめえが幸せもんだって言ってやるか。いやよ、おばあちゃん、治るわきっと。早く良くなってね。おばあちゃんがいなくなったら私一人ぼっち。おばあ、よかったな、マリボー潔癖。肺が良くなったぞ。私、もうおばあちゃんから離れないわ。いい？私置いてかないでね。おばあ、おっか。おっか。おばあちゃん、待って。おばあ。して言ったんじゃねえの。楽でね、楽でね。よしよし、泣きたいだけ泣くな。
マリちゃん、夕焼けだよ。ほら。マリちゃんはあの夕焼けの雲だよ。私どうしたの？山の向こうへ行ってたんだろ。向こう？うん。山の小玉が住んでいる。ずっと向こうの方だよ。マリちゃんのふるさとで綺麗な夢を見ていたんだね。Yeah.